皆さんこんばんは、トメです。現在の時刻は2時44分です。今日はすっきりと目覚めることができたのですが、不運なことに自転車走行中に自転車がぶっ壊れてしまって、かなり広めの怪我をしてしまいました。手が、右手が真っ赤になって結構痛かったです。久しぶりに包帯したんですが、まあ包帯するとやっぱり結構ひどい怪我だなって周りから見られちゃうので、あんまり好きじゃないですね。中学校の時はよく骨折してたので、よくしてたんですが、特に今回自損事故みたいな感じで怪我したので、すり傷みたいな感じの傷が多いんですけれど、それがまあそのすり傷が結構深いところまで行っててすごく痛くて、特に風呂に入ってる時、これがまあ染みて相当きつかったですね。まあなんかバンドエイドみたいなやつ貼ってまあなんとかしのいでるんですけれど、まあさっさと治ってほしいなと思っています。ということで、また明日も頑張っていきたいですね。それではおやすみなさい。